はい、アフターイフスパーフェクト教本著者の蓮舫下村です。今回はですね、マスク85ページのマスクについて細かく動画で解説していきたいと思います。はい、今回はですね、皆さんから質問を買ったマスクについてちょっと細かく説明しようと思います。マスクの章なんですけども、一番最初に登場するのが、第1章の131ですね。ここの部分、はい、この登場人物、ここにマスクが楕円形がかかっていますよってあるんですけども、なかなかねこれね、うまくいかない方多いんじゃないかと思うんで、今回は事細かにねマスクの書き方を説明したいと思います。それではまず 1-3-1 のスタート、はい、こちらの方ですね。まあこれ他のものがね見えちゃうと分かりにくいんで、まずは登場人物だけソロスイッチを入れて見てあげましょう。そしてシャイレイヤーをね押していただければ、そこはあるんだけど実際には見えませんよ、見たいところはソロで見ましょうみたいな感じになりますんで、まずこの設定をしてあげてください。はい、それではですね、マスクの方を実際に適用していきたいと思います。マスクの適用はまずこちらの方をご覧いただきたいんですが、この部分から、はい、長方形ツールとかね各ツールが5つほどあります。このツールを使って書こうといった形です。今回は書籍でやっている楕円形、丸で囲うということなので、この楕円形ツールを選択してあげてください。はい、そして囲うタイミングなんですけども、まずやっちゃうのが、何にもしてない状態で、これ何にもしてないというのは選択されてない状態でやっちゃうと、シェイプレイヤーになっちゃうんですよ。これよくやっちゃうので、マスクは必ずマスクで使用するもの、ここでは静止画2ですね、これを選択した後に必ず使ってください。選択しないとダメですよ。選択するね、ここ押す。そして楕円形ツール選択されたら、左上から右下に向けてかけていきたいと思います。カーソルがねちょうど十字になってると思うんですけども、まあこの辺でいきましょうか。マスクの、はい、かけるという形で、はい、クリックしてかけてきますよと。大きさで、ここで注意してほしいのは、こういう風にね縦横がずれるんですよね。ずれるというか、まあこう自由な形になってしまう。この場合はシフトキーを押してあげることによって、まあ等倍、縦横変わらず同じ大きさで拡大縮小がされていきます。ここ気をつけてくださいね。でもう一個気をつけなきゃいけないのは、離すタイミング、ここで、シフトを先に離してやっちゃうと、あ、なんかずれますよね、ずれますよね、こんな感じでずれちゃうので、シフトを押したままでマウスの、はい、ボタンを離してください。いきますよ、離します。その次にシフトです。はい、まずここまでできたら、次なんですけども、今度はねこちらの選択ツール戻ります。はい、選択ツールに戻りまして、マスクが選択されているかどうか確認してください。これ選択されているね、されていない、マスクが選択されている、いない、わかります？ここのマスクが選択されていると四つ端に点がつきます。この点がついた状態でマスクを操ることができるわけです。何にもないとね、押すとこがないじゃないですか、こうやってなんかシルエットしか出ないんで、マスクを選択、そしてマスクの四つ端のどれでもいいです、ダブルクリックしてあげてください。そうするとマスクの範囲がこのような形で定義されます。あとはマスクのところどっか部分を掴んで、この辺でもいいんですけどね、掴んでうまくこのような形に設定してあげる、移動させるというのがポイントです。はい、移動させ終わったら一回どっか空打ちしましょう。はい、ここで移動が完了しました。またマスクを調整したい場合は、同じようにマスクを選択した後、四つ端のどれかを掴んで範囲を出すという形になります。この範囲を出すことによって、例えばちょっと楕円なんで回転してもよくわかんないんですけど、こういうことも可能です。回転させる、あと拡大縮小、はい、こんな感じでできるんですけども、これも同じようにさっき言ったようにシフトを押しながらやんないと、こういう風になって、なんかこう縦横がずれてしまうので気をつけてください。はい、シフトを押しながら全体に向けてこんなような形にします。ここも同じように先にマウスのボタンを離してシフトを離してあげてくださいね、じゃないとずれちゃいます。はい、続いてですね、マスクの一箇所だけをつまんで移動させるというやり方をしたいと思います。これもねちょっと複雑なんですよ。今までってね、こうマスクでここを選択すれば、この4つ端が出てきて、ここを例えば1箇所動かそうとしても全体動いちゃいますよね。これまあダブルクリックしてやるというやり方もやったと思います。で、今回は1箇所だけなんで、実際にちょっとやり方説明したいと思います。まず、はい、動かしたいマスクが適用されている、はい、マスク部分を表示させます。で、今までここでマスクを押しちゃうんですが、押す必要はありません。押さないで1箇所だけをつまんで移動させる、
そうすると下にね、もうマスクっていう風に出てるんですけども、これはマスクのパスの左側が動きましたよっていうことを指してるにすぎません。はい、もう一回おさらいいきますね。ここのマスク一部だったら上を選択、はい、マスクは選択しないでどれか一部分のみの頂点をつまんで動かすといった形になります。はい、大まかこのような形でマスクを使うことができたら、はい、あとはね、マスクのちょっとこちらの部分、一回ねじり矢印なんですけども、はい、このマスクのぼかしとかね、入れることもできます。これマスクでぼけます。背景がね、こんなような形になります。ちょっと背景今見にくい、こういうような感じのわけですね。はい、あとマスクの不透明度、囲った部分だけを、はい、どのくらいのパーセンテージで不透明度で見せるか、まあ、こういうこともできるんですね。はい、あとマスクの拡張、はい、この、まあ、基準となっている線の部分を拡張してください、もしくは縮小ね、こういった形で削ってくださいということもできます。まあ大まかこういった形でですね、いじることができるんですけども、まあこの部分はですね、基本的にキーフレームで選択することも可能となっています。ですのでキーフレームを使ってだんだんとぼかしていきますよということもできますし、だんだんと、しぼんでいきますよというのもできます。まあよくありますよね、こうやってヒューッつってこう終わっちゃうような、まあこんなのもね、作り出すことができるのが大きな特徴となっています。はい、あとですね、マスクのもう一個のやり方なんですけども、基本的にここで今ね、全部消してやったというやり方もあるんですが、こういった場合ね、もう一個ね、便利なやり方があるんですよ。例えばマスクをかけたいものに対してダブルクリックします。今これちょっとかかってる状態なんですけど、もう一回外しますね。外します。はい、このような状態になってると思うんですけども、マスクをかけたいものに対してダブルクリック、そしてレイヤーパネルを開きます。このレイヤーパネル上でマスクを使うと、もしかしたら個別にはやりやすいかもしれません。慣れちゃう方はもうコンポジションウィンドウでやっちゃうんですよ。同じですからね、基本的にここで選択してマスクをかけるってやっても全く同じなんですが、ちょっと分かりにくい方、その場合はレイヤーパネルに戻して、かけたいものにダブルクリックした後にここ上でレイヤーパネル上でやる。そうすると同じです。これもまた同じかけ方でこうなります。かかったらコンポジションに戻るとかかってる。これはお好みに合わせてね、どちら使っていただいても結構かなと思います。さあ続いてなんですけども、今度はね、違うマスクやってみましょうか。長方形、まあこれは普通の長方、あ、ちょっとよくやっちゃうんですよ、これですよ、これ、この魔力この孔明の罠的な、よくやっちゃうんですよ、これ気をつけてくださいね。こう押してから、はい、やるということですね。そうするとこういうような感じでマスク、これ四角形です。で、四角はまあ分かりやすくて、角丸長方形、これはね、結構ユニークなんですけども、この端っこの部分、これがね、丸みを帯びてるんですよ。そういった形では、まあ、見やすい小窓的な要素があっていいかなというふうに思います。もちろんね、このマスクも、はい、同じようにして、選択して、ダブルクリック。そして、ここ上で、こういうふうに持っていくこともできます。同じように回すこと。ちょっと楕円だと分かりにくかったですが、回すこともできます。はい、続いてですね、今度は、はい、多角形ツール、はい、この場合だと、はい、五角形ですね、五角形が出てこういう風な感じで、はい、五角形になる。そして、スターツールですね、スターの方は、はい、こんなような感じになって、はい、これね、中心からなるんですけどね、こういう風に移動させてって、まあ同じですね、同じような感じで、はい、このような形で作り出すことができます。思います。ペンツールです。これもマスクで作った自由な形を作るということができるので、ちょっとやってみましょう。まあすごい単純にいきますよ。こんな感じ。はい。こういう風な形にすると、まあこういうものが出てきます。で、ここで重要なのがね、ロトベジェっていうのなんですよ。これちょっと見ていただきたいんですが、ここね、これをつけてやった場合どう違うかっていうのをちょっと解説したいと思います。はい。ロトベジェを使った場合は、なんとですね、形のベジェをね、自由な形に描いてくれるんです。はい、こんなような形ですね。わかります？こういう風に描いてくれるんです。つまり、ロトベジェを使った場合と使わない場合の違いっていうのは、こういった形で自動的に補正してくれて、まあ曲線を描いてくれるかくれないかっていうのが大きなポイントになります。まあこういう形なんですけどね、例えばここでぼかしもちょっと入れちゃったりするとね、結構まあ様になるんですよ。なんかなんとなく様になるみたいな感じになるので、まあこういったね、自由にマスクを描くということも面白いかなというふうに思います。
あとマスクの場合ですね、こちら自由に書く場合、頂点を追加、頂点を削除ってあります。例えば削除する場合はここいらないよっていうところの頂点を押すことによって削除できます。これも削除できます。例えばこれなんかも削除します。こうなりますね。逆に付け足したい場合は頂点を追加すると頂点を加えることができます。よいしょ、こんなような感じで、まあ、頂点を加えることによってね、頂点をいろいろとこう編集したりすることができます。先ほど言ったこのマスクのところを選択した後にダブルクリックすると、これは全体の編集になるんですね。全体の編集になります。ですが一箇所だけ動かしたい場合ね、こことかこことかこことかね、動かしたい場合には一回外で空打ちしてまずは選択します。選択するとマスクはこれ選択されてないですよ。はい、マスクを選択しちゃうと全体が動いちゃうんですよ。ここはあくまでマスクは選択しないで、はい、この点が小さく出てる、この時に選択ツールで移動させてあげるんです。今マスク選択されてるじゃないかってあるんですけど、ここでやって1個の頂点のマスクが選択されたという概念らしいですね。これちょっとすごい上げにするんですよ。もう一回ちょっと復習しますよ。いいですか。マスクを全体で動かしたい場合は選択、マスクも選択してダブルクリックして移動させる、これが全体を移動させるやり方。個別に移動させる場合は一回空打ちしてここの部分を選択したらマスクの頂点が出てきますので、ここをつまんでいただいて修正するといったやり方になります。はい、あとラストですね、マスクの色と非表示をちょっとね変えたいと思います。まずマスクの色なんですけども、今こういった色になってますよね。ここで色を変えるにはですね、このマスクの手前にあるここをねダブルクリックしてください。そうすると例えば赤だったら赤に変えたいなって言ったら OK を押すと、ここマスクの色が変わりましたよね。でこの機能なんでついてるかっていうと、例えば背景と一緒に、ここだとグリーン系ですよね、グリーン系の背景があって、こういう風にマスクをかけてしまうと、まあ背景が重なってマスクが分かりにくいっていうのがあるんですよ。その場合はまあ対照色っていうのを選んであげて、まあこういうような形で色を選んであげることによって、まあ見えやすくするっていうのがあります。あともう一個マスクの非表示なんですが、この部分ですね、マスクとシェイプのパスを表示っていうのがあるんですけど、ここのチェック今入ってる状態ですが、外してあげるとマスクの線が消えます。まあ非表示になるわけなんですけども、まあ例えば確認したい場合にこの線がちょっと分かりにくいなって言った場合には、この線を非表示にして、まあ確認してあげると便利かなというふうにも感じます。